県警によりますと、今年1月から6月までの上半期に SNS を悪用した投資詐欺の件数は28件で、被害額はおよそ6億8200万円に上り、去年から急増しました。著名人を語った手口が多く、被害者のおよそ9割が50代から70代でした。一方で、SNS で連絡を取り合い、 恋愛感情を抱かせた上で、投資話を持ちかける。いわゆる、ロマンス詐欺は、二十四件発生し。被害額は、およそ四億三千八百万円に上りました。被害者の八割ほどが、四十代から六十代で。被害額の最高は、およそ一億円でした。県警は、こうした犯罪について。 反社会的勢力などが関わっているとみて捜査を進め安易な投資話は信用しないようにと呼びかけています。